皆さんこんにちは。赤松については以前からアップしたかったのですが、私の住んでいる関東地方ではだいぶ赤松が減ってしまい、庭木としての赤松を扱う機会が少なかったのでなかなかアップできませんでした。ここ数年何本かの赤松に出会うことができて、だいぶネタも溜まってきましたので一度アップしてみようと思います。今回ご紹介するお庭の赤松は、植木屋さんが入っていなかったわけではないようですが、ちゃんとした手入れがされておらず、だいぶボサボサになっていました。私の YouTube をきっかけに、お客様が何とか仕立て直してほしいということで手をつけ始めました。先日3年目の手入れが終わりましたので、3年間にわたる仕立て直しの様子をご覧いただきながら、剪定についてお話ししたいと思います。赤松は日光を好む葉樹ですので、日当たりの悪いところでは育ちにくい木です。幸いこのお宅は日当たりがとても良いので、このような大きな松が育ったのだと思います。しかし良い手入れがされていないと、上の方はよく成長しますが枯葉がたまって下の枝がだんだん弱っていきます。最初に伺った時はこのように頭でっかちでバランスの悪い木になってしまっていました。これを1回目の剪定でここまで直し、2回目となる2年目の手入れ、そして翌年の2月3回目の手入れをいたしました。年に1回、いずれも2月初旬の施工です。どんな木でも初回の手入れというのは難しいです。木の素性が把握できていないので、どの程度まで追い込めるのかを悩みます。とにかく枯れ枝と枯れ葉は全部取った上で、切り戻せるところまで切り戻します。少なくとも3、4年分の仕事が溜まっているという感じです。だ、イメージになりそうだったらこんな枝でも取っちゃっていいからね、はい、うん、残しても将来切るんなら。どっから来てんだ。これも取っちゃう。こういうのあんじゃん。こう見えねえよな。こういうの、こういうの。あ、はいはい、もうこういうのってもうさあ、取っといてもどうせダメだから。どこに行ってんのか分かんないよな。そうそうそう、もうこういうのもうこう取っちゃうんだよね。これとかも、うん、枝先の蜜を割ると鈍角な枝先になってしまうので、あまり真ん中を切りたくはないのですが、切り戻すところがなければ致し方ありません。鈍角になった枝先は数年かけて直していくしかありません。こうなんとなく少し見えてきたぞ。構造が見えてきたぞ。玉ずつ。うん。これがそこから来てんだ。やっぱ枯れ枝抜いてもらうと見えるわ、奥が。結構な枯れ枝の量ですね。ああ。でも入ってきないっていうのがおかしいんだから。
うん、これ抜いちゃっていいですか。どれどれ今どれかも。ああいいよ、1本だけになってるから。もう少し中の方に枝分かれが欲しいのですが、葉っぱや芽のないところでは切れませんので、現状では枝先を詰めて先々中の方で芽が当たったらそこへ切り戻すという方法になります。枯れ枝がありそうな感じだな。どれ？ここら辺が。乗っかっちゃってんだよな。こいつごそっ。もうだから元見てさ、これはもうこっち、こっちのこれじゃん。はい。だからもうこれいらねえよ。しょうがないよ。こういうのももう先取っとかないだろ。はい。これも生きてねえんだろ。生きてねえな、はい、じゃあダメ。ラギも絡みすぎですもん。うん、乗っかっちゃってんの。これとかもだからここらなんかもうこんな、うん、ちょっともうちょい振るって、それな、これな、こいつを残す。いやそれだってダメだよ、逆さだよ。うんうん、いいよ。この枝も変だし、もういいよ、元でいいよ。フルハムしなくていいから楽だな。ハラハラ落ちちゃう。ほんでこう行くからこっちへ、はい、うん、さっきのところへ到達するように。
うん、いい感じになってきたね。こういうのも止めてるでしょ、細かいの。あ、はい、こういうのあ、戻します。止めてる、はい、うん、さっぱりしてくるとこういう枝先のほんのちょっとのことが左右するから ね仕上がりを左右するから。上先、はい、整理していい？ここのとこ。あ、ここです。あ、すごい。こうなっちゃうとどこが枯れてるのか分かんない。分かんない。ここ払うとでも先っちょに緑が見える。思いっきり枝ごと枯れてるのはなさそうなんですよ。そうなんだよ。中枝が。今中芽打ちをしましたけれども、この新しい芽の途中で切るのはやめた方がいいです。今回のようにどうしても切り戻す枝がなければ、このようにすることもありますが、通常はしません。中の枝に切り戻して、その枝先は切らないというのが基本です。あれ、これこっち側から切れる。あ、はい、こいつこれです、うん、下の方の枝は特に枯れ枝が目立ちます。かなり枝数を減らしていますので、木が衰弱しすぎないようにフルハムシリは適度に切り上げます。
や、ちょっと届かねえか。なんとかいけるかな。あ、自分届きますよ、これ。そう？うん。まあ、いけるかもしれない。これも一段詰めらんねんないの、ね、ここ枯れてんのか。枯れちゃってます。長すぎる。中目打っちゃうか。それも中目でいいから止めて。先に大枝で整理しちゃってくれよ。あ、はい。ああ、越境ばっかりな。これ強いな、これ、はい、分かった？はい。うっけえな、ここな。ちょっと根本から見てくんねえか。ちょっと、多分、なんかすっげえ折り重なってんぞ。この辺ですか。ここら辺のこの辺のこう重なりなんていうの。すごいことになってんだよ。
卵いらないかな。多分これが、うん、これがそもそも変な出方。あ、それ変だ。それいいよ、抜いていい。下から入れねえとダメだな。突っ張ってるよそれ。もうこうサイダーが突っ張ってる。癒着してっかもしんねえ。くっついてんだよ。外れますね。外れる、はい、うん、これが外れてばどうなるかな。すごいな。こっちで出す？あ、で多分これがもう枯れてんですよ。え？これ多分枯れる。あ、本当だ。うん、それ言ってるね。なんでだいぶすっきりする。これどうしようかな。まあでもここ粘じゃ、これだけでも取っとくか。ちょっと逆サイダーになってんけど、こいつな。あ、でもダメだな。将来切るな。取っちゃってってこれこれこれ。あ、いや、そっからは行かないで。これ生かすから。あ、はい。これだけ。うん。まあ言ったらこれ自体おかしいんだけどな、これ。そうですね。どうしよう、抜いちゃう？どうですか？あ、抜いてもいいんだ。もう頭あるから、はい、そこ持ったとこでいいよ、そっち太いとこで。うん。落としちゃおう。いいっしょ。なんか去年のその暮れっていう時にさ、はい、あ、去年じゃない、一昨年か、はい、一昨年の暮れの時に道路側だけやったらしい。だこっち側はだから そのもう1年空いてるらしい。強いですね、なんか。うん、だ道路側のさらに1年空いてる。ひどいことになってる。うん、ひどいことになってるな。なんかこっちのカサカサしてる感じするな。そうですね。うん。悪い、これ。あ、はい。これいっちゃってるわ。うん。あ、枯れか。枯れてる。それいる？これ。これいらないと思います。いらない。でこれ2本切ってくんね。あ、これと、はい。これとこれ。あ、これね。はい、この2本並んでると。一方はカレーだ。うん、そうそうそう。
ぱり枯れ方がひどいな。そうですね。すげえ間延びしたのしか残せねえよ。すげえ。中の芽なんかはもうだいぶ開いてきますね。もうダメだね。吹かないねこれは。次ちょっとこっちつつくからね。はい。これどこだ。これです。ここですね。その辺、その隣もかな。これこれ。これもかな。これも。いらねえかも。はい。絡みすぎだね。これはしょうがないか。枝の古皮を落とすと美しくなります。うん、だいぶ赤松らしくなってきたな。1年目の剪定が終わりました。今回は樹勢を鑑みながら、まずは木全体のバランスを整えることに主眼を置きました。
2年目、3年目の剪定も続けてアップしますので、合わせてご覧ください。ご視聴ありがとうございました。